博士の本読みましたよ。恐竜が鳥になったって本気で考えてるんですか。恐竜と鳥ってあんまりしないと思いますけどね。キモ君ってこんなメスカツみたいなやつだったな。はい、皆さんこんにちは。 UFC によってね、アン国民にも伝えた男つむぎです。今日はね、はい、こちらちゃん、誰か分かりますかね。ジュラシックパークに出てくるキム君の仮装をしてきました。今日はね、まあ、このね、格好で何をするかっていうことなんですけど、本日はね、ジュラシックパークザライドにね、乗ってね、乗りまくろうと思います。っていうのも、皆さんもね、知ってると思うんですけど、ジュラシックパークザライドね、9月4日からね、一時的にね、クローズして、2025年の初頭までかかる大規模なね、改修をするんですよ。つまりですね、9月3日までしかね、ジュラシックパークザライドってね、乗れないんですよ。そのね、チャンスを逃したら、もうね、1年以上、まあ、2年近くくらいね、乗れなくなるんですよ。ということでね、まあ、今日はね、見納めっていうことで、もうね、もう乗り飽きた、もうジュラシックパークザライドとか、もう当分見たくねっていうレベルまでね、まあ、周回しようと思います。まあ、1日でね、まあ、何回乗れるのかっていうのもね、ちょっとね、チャレンジしてみます。それではね、早速ね、行ってきます。簡単に、ね、衣装の、ね、紹介したいんですけど、まあね、つまり、ね、まあ、普通にキム君の服装に、まあ、似せてきただけですね。で、まあ、はい、一応ね、こちらのキム君が、ね、ずっと持ってるプラント博士の、ね、書いた、ね、著書、ダイナソーディティティブっていう、ね、まあ、本を、まあ、一応ね、再現ってことでもないんですけど、ブックカバーだけ、ね、再現してきました。これ中身ね、普通にね、ただのね、参考書です。はい、でね、あともう一つがね、こちらですね。はい、でね、監視ゴーグルのつもりです。まあ、正直ね、あんまり似てないですけど、雰囲気だけはまあ伝わればいいかなっていう感じですね。でね、このね、ゴーグルがなんでこんなチャッチーのかっていうことなんですけど、実はね、UFC のルールでね、あんまり知られてないんですけど、ヘルメットを買ってはいけないっていうルールがあるんですね。ヘルメットっていうのはね、バイクとかでね、つけるようなこういうフルフェイスのやつとかじゃなくても、本当にね、頭にかぶるヘルメットとかでもアウトっていう感じなんですけど、で、ね、それは別にいいんですけど、そのルールから発生してですね、ヘルメットっぽいかぶり物も全部アウトっていうね、まあ、そういう謎のルールがあるんですよ。そのルールがですね、本当にね、何気に厳しくてですね、例えばね、消防士のね、ヘルメット風のね、帽子もアウトで、あとね、マリオのね、甲羅ってあるじゃないですか。マリオの赤甲羅とか緑甲羅とかあると思うんですけど、あれの被り物もヘルメットに見えるっていう理由でアウトらしいんですよ。で、問題はですね、そのね、実際のね、ジュラシックパークに出てきた監視ゴールですね、その基準で言うとヘルメットに見えなくもないんですよ。なのでね、変な話、保安検査に引っかからないようにするにはヘルメットっぽいって思わせない必要があるんで、こういうふうにね、あんまりね、ちょっと似てないんですけど、ちょっとね、一応ゴーグルだよっていうね、ゴーグル要素を鮮明に出したやつにしました。ちなみにこれあれですね、パワーアップサマーの時に水がね、目に入らないようにつけてたゴーグルをね、流用しました。はい、じゃあね、まあ今回はね、まあ、このね、仮装でね、早速ね、ジュラシックパークサイドをね、周回したいと思います。それではね、早速ね、行ってきます。てなわけで、9月3日でクローズしてしまうジュラシックパークザライドをティム君の仮装で乗って乗りまくろうと思います。それで、今回仮装したキャラクターのティム君とは、映画ジュラシックパークに出てきた男の子。恐竜がとっても大好きで、子供が嫌い、機械音痴、大人げないと三拍子揃った主人公にやたらと絡んでくるかまってちゃんです。映画では、まあ、主に姉のレックスと共にトラブルメーカーとしての役割を担っています。なわけで早速乗っていくわけですが、現在時刻は10時50分。この日のジュラシックパークザライドは8時0分には稼働してましたので、こういう周回チャレンジをするにしてはだいぶ遅刻気味です。まあ急いで遅れを取り戻しましょう。ちなみに待ち時間は60分。最初はカメラ担当の人も乗りますと、ここで最初の難関、テントしかない屋外球です。ここはもともと屋根があったんですけどね、もうコマスリバードができたせいで屋根がなくなっちゃいました。ここも大改修で改善されることを祈ります。
本日最初のボートは最後尾の席でした。こういったのを分けてね、一周目ね、持ってきました。じゃあね、あ、正面席だったんでね、あんまり乗れなかったですね。それではね、早速ね、2回目乗ってこようと思います。それでは、早速2回目に乗りたいわけですが、サムネ用の写真とかついでの記念撮影とかをちんたらだらだらとやっていたら、あっという間に時間が過ぎてしまいました。ただでさえスタートが遅かったというのに、いつの間にかお昼を過ぎてしまいます。早速ね、これからね、2回目にね、乗っていきたいと思うんですけど、あのね、ちょっと問題発生しましたね。今ね、なんとね、12時35分なんですよね。実はね、あのサムネ用の写真とかね、まあ、他の写真とか動画、あのカメラ担当の方と一緒にね、撮ってるんですけど、カメラ担当の方とか一緒にね、2人撮ってたらね、ちょっとね、こんなお昼過ぎになっちゃいましたね。それでは遅くなりましたが、2回目を乗っていきます。待ち時間は45分。ちょっと時間を節約したいので、シングルライダーで回りましょうか。さて、目の前にあるのはジュラシックパークの創設者ジョン・ハモンド像ですが、ちょっとすっかり忘れてたことに気づきました。はい、そうだね、今気づいたんですけどね、後ろに、ね、考えたキム君のね、銅像ありますね。多分これキム君ですかね。ではシングルライダーで周回していきましょう。やはりシングルはガラガラです。ところで調べたところによると、アージよりも先にお豆 TV さんってチャンネルで今回と同じ企画を過去にやっていたらしく、その時の記録は28回だったそうです。アージもできれば20回は超えたいなと思います。この旧ラインを見るのももう見納めかもしれません。正確にはこの南国ビューのコテージは 99% 残りますが、問題はこの旧ビデオです。おそらくは差し替え対象でしょうね。この愛嬌たっぷりの片言おじさんを見れるのももう残りわずかです。冒険に満ちたジュラシックパーク、いよいよ出発です。 Good luck everyone。 ところでジュラシックパークザライドのライドフォトはいつの間にか案内を終了していました。コロナ関連ではないと思うので、多分経費削減かマシンの不調ですかね。せっかくジュラパのキャラの仮装をしてるのに残念です。はい、このあたりね、2回目乗ってきたんですけどね、はい、このようにね、全身ずぶぬれに、ね、なってしまいました。ジュラシックパークザライドでね、シングルライダーを使うとね、ほとんどね、必ずね、進行方向を向かって左側のね、席にね、案内されるんですけど、それがどういうことかって言うとですね、絶対に左端に案内されるんで、水がかかるリスクがめちゃめちゃ高いんですよね。じゃあこの先もぎられるんですけど、まあ、次もシングルライダーで行きます。はい、じゃあね、3回乗ってくるんですけど、ちょっと今更なんですけどね、このゴーグルがね、つけてんの正直めちゃくちゃ恥ずかしいっすね。でね、あのね、もうね、あのこっからはね、一人でね、撮影するんで、あのカメラ担当の方とももう別れちゃったんですけど、こっからずっと一人なんですよね。ただね、さっきね、あのノビアのね、コスプレでね、あの頭に溶け込むとつけてるね、人がいたんで、まあその一人はマシかなっていう感じでね、ちょっとね、変えたいと思います。ね、3回目ね、乗り終わりました。あのね、さっきね、多分ね、人生で初めてね、こちらセントラルコントロール、ご安心ください、すぐにボートを元のコースに戻しますっていうね、あのセリフが流れないっていうね、トラブルにね、遭いましたね。あんなことあるんやっていう感じなんですけどね、普通ね、あのボートがね、そのセンサーの定位置まで流れたら、普通はね、音声流れるはずなんですけどね。連れてきてくださいね、いつも見てます。あってなわけでね、今4回目並んでるんですけどね、なんかね、さっきね、クルーさんからね、ものすごいさらっとね、いつも見てますってね、言われたんですけどね、さっき動画のことなんですかね。シングル1名様、後ろの車をお進みください。楽しみにしてください。4回目乗ってきました。まあね、かなりね、濡れてるんですけどね、今日はね、結構暑いんでね、割とすごいね、乾きますね。髪とかもね、あんまり濡れてないと思うんですけど、別にね、これやらせとかじゃなくて、まあ、本当は乗ってないのに、ね、乗ったふりしてるとかじゃなくて、マジでね、髪も濡れるんですけど、普通に乾きますね。はい、というわけでね、次5回目乗ってたんですけど、今ね、4回乗って、分かったんですけど、シングルライダーをね、使ってもね、大体ね、入って帰ってくるまでの所要時間でね、最近25分くらいかかるみたいですね。あー。
いけるかな、そんな何回も乗れるかな。はい、5回目乗ってきました。あの、ね、なんかね、毎回ね、最後尾の左側のね、シートに案内されるんでね、景色が変わらなくてちょっと退屈ですね。じゃあね、次6回目乗っていきます。珍しくないの、楽しんでいってくださいね。はい、じゃあね、6回目の乗っていくんですけどね、さっきね、クルーさんにね、このゴーグル知ってるってね、はい、言ってくれましたね。まあ、すげえね、嬉しいですね。クルーさんもね、ちゃんと映画見てるんですね。失礼か。はい、あの、ちょっと時間空いちゃったんですけど、6回目ね、乗り終わりました。あの、カメラでね、映ってるかどうかちょっとわかんないですけどね、実はね、隙間どっか飛んでいきましたね。いつ飛んでったんや、ちょっとわかんないですけど、今ね、だから、あの、隙間してない状態ですね。ただちょっとね、あまりにみっともないんでね、会いたいなだけね、ちょっと引き直したんですけど、まあ、どうでもいいですね。まあ、じゃあ、ね、次で7回目行っていきます。てかね、さすがにね、7回目ともなるとね、クルーさんに顔覚えられてるっぽいっすね。なんか、足だけね、明らかに対応が違うっていうか、なんか、取り納めいっぱいしてくださいねみたいなね、ことすんげー言われるんですけど。はい、じゃあね、7回目ね、乗ってきたんですけどね、はい、こんな感じでね、さすがにね、先頭のね、右端っていうだけあってめちゃめちゃ乗れましたね。じゃあね、次はね、8回目乗りに行こうと思います。あー、でもね、もう夕方なのにね、まだ7回しか乗ってないっすね。では8回目に行くわけですが、8回もなると結構話すこともなくなってきたので、この辺りからサクサクっと進めていこうと思います。けど10回目で乗ってきました。で、さすがにね、ちょっとね、ある変化が起きてきまして、さすがに今ね、日もね、陰ってきたんで、ちょっとね、さすがにこんだけ濡れるとね、暑さよりも寒さの方がね、分かりますね。ちょっとね、心なしかお腹もすげえ痛くなってきたんで、まあ、それでもまだ乗るんですけどね。ただね、健康面で考えると、あんまりね、ジュラシックパークサイド周回するのはね、たとえ真夏でもおすすめはしないです。はい、それじゃね、早速11回目ね、もうね、体の芯まですでに冷えてるんですけど、追っていきたいと思います。 USJ 情報局 LCA Studios USJ Kanji 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 I don't know LCA Studios。 さすがにめちゃめちゃお腹減ったんで、今話題のね、スモークチキンをね、食べたいと思います。実は最近、長年 USJ の名物だったターキーレッグがなくなり、スモークチキンがその後釜を担うことになりました。果たしてどんな味なのか。ちなみに値段は1,000円、あまりにも高すぎるのであります。はい、じゃあね、こうね、ターキーレッグの後釜のね、このスモークチキンね、早速いただきたいと思います。まあね、前に食べたことあるんですけど、まあ、一応ね、初めて食べるっていう手で食べます。じゃあね、いただきます。味付けというかね、風味はですね、ターキーレッグとほとんどあまり大差はないですね。ちょっとね、微妙に味の違いみたいなのはあるんですけど、大体同じような味付けですね。でね、このね、スモークチキンのね、いいところっていうのが一個あって、それはですね、ターキーレッグってね、食べてるとね、小骨がいっぱい出てくるじゃないですか。あの小骨がね、このスモークチキンね、一切なくてね、食べやすいっていうのがですね、すごくいいですね。でも一応ね、ちょっと悪い点も挙げると、足はね、全然平気なんですけど、この鶏のね、こう皮のね、皮とかね、脂身のね、このぐちゅっとした食感っていうのが苦手な人はちょっと結構食べづらいんじゃないかなっていう感じはします。それくらいですね、足はね、美味しいと思います。
あれだね、腹ごしらえも済んだんでね、12回目のね、ジュラシックパークドライブに乗ってきます。はい、12回目乗ってきました。あのね、先頭だったってこともあってめちゃめちゃ濡れましたね。あのもうね、ボートの、ね、中にね、水がザツンってね入ってもえげつない濡れ方しましたね。もうね、さすがにね、この時期でもね、こんだけね、日が暮れるとね、もうだいぶね、涼しいんで、今もうね、体の芯膜から冷えてるような状態なんですけど、13回目乗ってくると思います。それでは、日も沈んできたのでラストスパートをかけていこうと思います。ちなみに、最近夜に引火することが少なく、超久しぶりの夜のジュラシックパークザライドになります。14回目のジュラシックパーク乗ってきました。結構ね、夜のね、ジュラシックパーク久しぶりに乗ったんでね、夏パジカとかですね、あれともう1年ぶりくらい、もう1年くらい夜のジュラシックパーク乗ってないかもしれない。ただ次はね、15回目乗ってきます。もうね、めちゃめちゃ寒いです。はい、15回目ね、乗ってきたんですけどね、今日ね、過去一濡れましたね。いや、もう本当にえぐい濡れ方しました。あのね、またね、前列の左側、最前列の左側の席だったんですけど、あそこ一番多分濡れるんですよね。もうね、水がね、もう今日もう超過去一ドーンってね入ってきて、もう全身粒濡れになって、もうね、下着のパンツとか、もう下着からもう全部粒濡れなんですよね。ではね、早速ね、16回目行こうと思います。ちなみにね、ちょっと油断なんですけど、さっきね、ここのショップにね、ネズミが現れて足のプッツにね、激突していきました。みんなミッキーミッキーって言ってましたね。はい、16回目ね、乗ってきました。あの、2列目だったんですけどね、めちゃめちゃ濡れましたね。あのね、今ね、もうめちゃめちゃ体寒いです。あの、体中にね、冷えピタシート張ってるみたいに、もうめちゃめちゃね、寒いです。あ、なんで私こんな苦しいことやってんだろうってね、ちょっとね、ふと疑問に思ったんですけどね。あ、そうか、ジュラシックパークが結婚するからですね。あ、じゃあ17回目ね、行ってきます。でジュラシックパークザライドね、一日中乗って乗って乗りまくりました。で、今ね、ちょっとね、ハリウッドエリアの方に来てるんですけど、ちょっと閉園時間っていうことでですね、ジュラシックパークエリア追い出されちゃいましたね。で、まあ、閉園時間になるまで、もう受付終了になるまでね、ジュラシックパークザライドを乗って乗って乗りまくりました。で、何回乗ったかっていう、まあ、結論をね、先に言うと21回ですね。はい、まあね、結構ね、乗った方なんじゃないですかね。で、
服もね、もうご覧の通り、もうご覧の通りって言っても映像越しで分かるかどうか分かるんですけど、マジでびちょびちょです。もうね、こんな服着たまんまこれにでも入ったんかっていうくらいもびちょびちょですね。で、昼くらいはですね、どんなに濡れてもね、太陽がカンカン照りだったんですぐに乾いたんですけど、日没になってからね、全然乾くこともなくね、もうただただ濡れ続けるっていうね、滝行でもやってんのかみたいな、まあ、そんな感じの状態でしたね。まあ、ただね、最近あまり行けてなかったね、夜のジュラシックパークもね、十分すぎるくらいね、体験できたんで、そこはね、かなり満足かなって思います。でね、最後に一つだけ言いたいんですけど、ジュラシックパークザライドもう当分乗らなくていいです。はい、というわけでね、今回の動画はここまでです。もしね、この動画面白かったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではね、またね、実習会にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さようなら。はぁ、最後にね、一つだけね、言い忘れてました。あのね、この包丁パッドがね、水吸いまくってめちゃめちゃ重いです。はい、それだけです。